バランスレベル3です。まずは足を広げましょう。両手を腰に添えます。片足を軽く持ち上げたら、太ももの付け根から大きく回していきます。後ろに引いて外から前に回していきましょう。この時に体がぐらぐら揺れないように気をつけて、できるだけゆっくりと大きく回していきます。5回できたら足を変えてもう1セットチャレンジです。ではみんなもやってみよう。まずは足を広げて、両手が腰、片足を持ち上げます。体が安定したら5回よーいスタート。1 2 3 4 5。上手にバランスが取れたかな。では足を変えてもう1セット、持ち上げたら5回、よーいスタート。1 2 3 4 5。みんな上手にバランスが取れたね。手の位置が腰から胸の前に変わることによって、また胸の前から上に伸ばすことによってレベルがアップして難しくなるよ。みんなもチャレンジしてみて。